皆さんこんにちは。曜変天目最上彰です。先ほどの番組の後にですね、いい教材が見つかりましたので、この茶碗の見込み茶だまり部分ですね、ここに曜変斑紋は八方紺であると、その証拠の一つと思われますのでご覧いただきたいと思います。八方紺であるのはですね、この穴が開いているその気泡紺、これでわかると思うんですね。他の穴の開いていないものはですね、発泡した後に、釉薬が、この空洞にこう流れ込んできましてですね、そして、カルデラが埋まったと、そういう状況を、ここではいくつかの段階で見ることができます。表面が平滑になっている斑紋は、熟成して、完成した斑紋だということができます。あと、くぼんでいる部分についてはまだこの発達途中なんでしょうね。発達の基準としましては、まずその気泡が溜まって発泡すると、そしてそれがやがて膨らんで、そしてその粘性の限界に達しますと、発泡がこのドームを破って、そして穴が開くと。この穴をカルデラと称しておりましたけれども、火山などのですね、阿蘇山など、あとは蔵王などですね、代表するようなカルデラ噴火口ですね、この噴火口がですね、だんだんと周辺の天目釉が寄ってきて、埋まっていくと。そして、表面まで埋まり尽くせばですね、表面は平滑さが次第に時間とともにですね平らになってくると、そういう一連のメカニズムがこの茶だまりで観察することができると。それでですね、この斑紋の内側が黒い斑紋と、そして、両光印のようにですねマット状になっていると、そういう斑紋がありますね。で、決して斑紋の内側は光彩は出ていないと。で、小さいものが大きくなってで、膨らんで破裂して穴が開き、表面下の表面以下のですね、天目釉がその空洞を埋め尽くして、で、なぜこの斑紋の内側が黒いものとそうでないものができるのかというメカニズムを今考えながらお話ししておりますけれども、内側が黒い斑紋はですね、少しへこんでますよね。完全に熟成していないということは見て取れます。つまり熟成した段階でですね、この周りから寄ってきた天目、黒天目の黒い色がですね、時間とともに、
変色していくのではないかと。まあ、初めは空洞なわけですから、そこに空洞なところに周りから黒天目が寄ってきて、そしてまあ水位を上げて、まあ、カルデラの最先端まで行ってですね、まあ、平滑になっていくと、まあ、ここまでは黒い釉薬であると思うんですね。まあ、それが完成された後にはですね、さらに、この下の方からですね、まあ、原因物質の、まあ、ガスまたは、まあ、金属類などが浮き上がってくると、そこで、カルデラ内が黒いものがですね、まあ、熟成して時間が経つほどに、まあ、色がついてくるのではないかと、まあ、そんな予想をしたんですけれども、まあ、旅行員のものをまあ思い浮かべていますとですね、またそれとも違う、まあ、金属質ではなくてですね、まあ、白いマット状であるというところが、まあ、違いまして、でこちらのまあカルデラの中にもですね、黒釉薬の中にさらにですね、何か小さいものが湧き出ているような二重のカルデラになっているような部分もございます。これは埋め尽くされていく、下からこう水位が上がってくるその途中であるかとも思われますね。まだあのへこんでますから、まあ、よくよく観察してみるとですね、まあ決定的な、まあそぎ取った、まあ、最後に残る理屈が残ると思うんですね。まあこれはですね、まあよく、まあ、通常の窯焚き後の、まあ、釉薬にも見られるような、まあ、茶だまりの部分にたくさんの、まあ、釉薬が流れ込んできて、まあ、大変分厚い時にですねできる、まあ、釉薬の、まあ、煮立った、煮沸痕とも言うことができると思いますね。まあ、しかしその釉片の斑紋もですね、大変これとまあ類似しておりまして、まあ、違うのはですね、まあ、こちらはまあ、やはりこの光彩の中にこの円形があるということなんですね。日本の国宝三碗は黒釉薬の中にですね、斑紋が散在しているという点の違いはございますね。まあ、これがまあ、証拠となるかどうかは別としましても、この発泡痕というのはですね、まあ、これを見ても、まあ、有力な釉片天目のリング斑紋の、まあ、条件ではなかろうかということはできると思います。決定的なものをお見せできなくてですね、申し訳ないとは思いますけれども、まあ、いずれこれはですね、まあ、ヒントになってはいると思うんですね。まあ、この場合、まあ、茶玉にたまった分厚い釉薬の中の、まあ、煮沸発泡痕ということではありますけれども、まあ、原理的にはですね、まあ相違ないのではないかと思われます。まあ、しかしこの光彩がまあ広がっていいのですけれども、これではまあ日本の国宝にまあ近づけないので、この光彩を広げないということなんですよね。まあ、せいぜいこの斑紋円斑紋の周辺だけにまあ、とどまってくれれば一番いいのですけれどね。まあ、ですからこの斑紋もまあいくつか方法があるとしまして、まあ、光彩もまあ出せるとしましてね、まあ、この組み合わせで到達できるかと思いましたけれども、あまりに
まあ、光彩が出過ぎてしまうためにですね、まあ、日本の国宝とまあ似てこないというまあ問題を抱えております。この光彩がまあ限定的にですね、斑紋の周辺だけにとどまるということがまあできないのでしょうか。まあ、しかしですね、まあ日本の国宝そして甲州市のまあ出土した南宋皇帝の使用痕のない曜変天目にまあ共通してですね、まあ、外側にですね、まあ、熟成されないまあ斑紋があったという、その斑紋の生成原理は今お伝えしたような、まあ、カルデラ爆発後のですね、まあ、未熟な、まあ、外輪山がこう残っているというまあ状況に私はとても近いんではないかと思ってるんですね。まあ、珍しい、まあ、テストピースでしたものですから、先ほどの番組に引き続きですね、まあ、ご覧いただきました。まあ、これからもですね、追求してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。